はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。クソレッキー製造工場へようこそ。さあ本日なんですが、視聴者さんからですねリクエストをいただきましてですね、トラップカードのみでデッキを作ってくださいというね、クソみたいなリクエストが来ましたので、実践してまいりました。見てください、デッキの中真っ赤っかです。まあ言うことはないですね。特にトラップカードのみでデッキを作ってきたっていうだけなんですけども、あのねちょっといろいろ試したんですよ。例えばね、マナーモンスターのみでデッキ組んでみたりとか、なんかいろいろやったんですけど、ちょっとね、その環境と渡り合うにはね、非常に厳しいと言わざるを得ないね。さすがに。あのね、何が辛いかっていうと、やっぱりね、アドバンテージが稼げない。今の、その、まあ、遊戯王って、そのアドバンテージの稼ぎ合いっていうのがあるじゃないですか、正直。その、まあ、相手のカードをめちゃくちゃ破壊したりとか、あと、まあ、サーチめっちゃしたりとか、まあ、特殊とかめっちゃしたりとか、なんかそういうアドバンテージの稼ぎ方っていろいろあると思うんですけども、トラップカードってね、アドバンテージ稼ぎにくいんですよね。なので、今回はちょっと1枚で相手を詰ませられるカードをちょっと多めに入れてまして、例えばですね、スキルドレインとか、まあ、マクロコスモスあたりはまあそうですね。あと、波紋のバリア、ウェーブフォースとか、もう踏んだら相手もうめちゃくちゃ辛いでしょ、この辺とか。あと、まあ、聖なるバラミナフォースとか、こういうカードを、いっぱい入れて、1枚で相手のそのまあ盤面を詰ますことができる、まあそういうカードをちょっと多めに入れております。じゃないと多分ね勝てないなというのと、あとですね、トラップカードデッキのまあ一番の、まあ、天敵はまあハーピーの張り棒機とか、あとライトニングストームとかだと思うんですけども、まあそれのカードをこのヤブヘビというね、最強カードで、まあ、ケアしていくと。まあこのカードはね、一応トラップトリックとかからでもセットできますんで、まあ、トラップトリックをセットしておいて、まあ、相手のライトニングストームに合わせてヤブヘビをセットするとかもできますんで、まあ、一応ヤブヘビが5枚体制となっておりますね。で、どうやって勝っていくかと、このデッキ。どうやって勝っていくか。まずですね、相手のモンスターはドラゴンパニッシュメントとか、まあ、波紋のバリア、聖なるバリアとかです、こういうのでしょっていきます。でですね、モンスター、やっぱ結局トラップデッキなんでモンスターがないと。ということで、トラップモンスター一応いくつか入ってまして、まず、メタルリフレクトスライム、こいつが一番最強です。メタルリフレクトスライムは攻撃力0、守備力3000の水属モンスターとして出せるんですけども、こいつを、リリースすると1体で融合できるゴッドスライムっていうやべえモンスターがいるんですよ。こいつがもうメインアタッカー、このデッキの3000でぶん殴っていく。でそこにスキルドレインとかマクロコスモスがあったらもう最強みたいな感じですね。でメタルリフレクトスライム以外にもこのシローゾーマっていうやつがいて、これシローゾーマって破壊されると破壊したモンスターの打点分のバンダメージを相手に与えるっていう効果があるんで、まあ、これでバンダメージを稼いでいく。それからバンダメージとして仕込みマシンガン、マジックシリンダー、破壊輪というねカードを入れてまして、まあ、この辺のカードでなんとか8000ライフを削っていくという、そういうね構築になっております。ね、永続トラップが非常に多いんですよ。マクロコスモスとか、まあ、スキルドレイン、メタルリフレクトスライムとか全部そうですね。サモンリミッターとかもそうです。この辺のカードをこの、宮廷のしきたりというね、永続トラップカードが一切破壊されなくなるっていうね、こういうカードを使って守っていくと、そういうクソデッキとなっております。はい、非常に厳しかったです、対戦していて。魔法カードをせめて使わせてほしかった。はい、デュエルスタンバイ。さあやっていきましょう、クソデッキ企画、トラップカードのみデッキでランク戦やってみた。クソみたいなカードがいっぱい入ってますんで、まあ、ご視聴いただく場合は注意していただければと思います。ターンシドです。ちなみにターンめちゃくちゃ短いです。なんでかっていうと、死ぬほどやることないんで、セットするだけなんですよ。引いたカードをセットしていくだけ、まあ、ブルーレットを置くだけデッキと言われています、基本的には。はい、引いたカードをただ単にその魔法トラップゾーンに置いていくだけなんで、まあ、通称ブルーレットオクラケデッキと、はい、巷では言われていますね。ライトニングストームですね。こういう時のためにですね、トラップトリックをねセットしておいたんですよ。トラップトリックは通常トラップカードを、1枚デッキから除外して同じやつをセットするという効果なんですが、これをですね発動しまして、通常トラップ死ぬほどあるんですけど、これをですねセットするんですね。ヤブヘビを破壊していただき、はい、ドーンとヤブヘビが破壊されると、ヤブヘビの効果によってアルティメット最強モンスター異性の最終戦士を特殊召喚できる。ドーン、異性の最終戦士は表側表示で存在する限りお互いにモンスターを召喚、判定召喚、特殊召喚することはできません。
クソゲーだ、クソゲーが始まった。さああとは相手はカードをセットすることしかできないぞ。トリックスター、なるほど、トリックスターデッキですね。トリックスターデッキは基本的にあれですね、あのモンスターを表側で出して相手にドローさせてなんかバーンダメージを入れるみたいなテーマだと思うんで、まあモンスターが出せないと多分結構きついんじゃないかなと、予想しておりますが、さあここからはですね皆さん何が起こるかご存知ですか。そう、異性の最終戦士ビートというね、あの地獄みたいなひたすらこの2350で相手のモンスターが尽きるまで殴り続けるというね、カスみたいな、戦術がまあ起きますんでよろしくお願いします。おそらくね、まあ、相手っても回答札が入ってると思うんですよこれ。あのサレンダーしないと、まあ、サンダーボルトとか、まあ、ライトニングストームとかは何これ、トリックスターライトスター、エンドフェイズまで発動できないと。あー、そんな効果ありましたね。なるほど。ちょっとこれミラーフォースセットしたのちょっと若干のプレミといったところなんですけれども、まあ問題はない。このミラーフォースがなかったところで異性の最終戦士が生き残ることに何も問題はない。つまりですね、あれですね、フリーチェーンでなんか、発動できる永続トラップ系のカードが引くまで、ひたすら殴り続けると。まあ通常、異性ビートと言われてるやつですね。はい、これをやっていくということですね。はい、多分早送りになると思います。地獄みてえなデュエルだなこれおい、サレン出してくれ、頼む、サレン出してくれ。イケイセの最終戦士でダイレクトアタック、よし、相手のモンスターが切れてきたぞ、相手のモンスターが切れてきた、いけるぞ、頑張れイセの最終戦士。やべえ、なんかカスみたいなことをしてね、頼む頼む、頑張ってくれイセの最終戦士、サンダーボードのやめてくれ、頼む、ハービーのハリボーキー、なにー、まあ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 、しきたりがあるんでサモンリミッターは一応耐えれますから、まあ、サモンリミッターだけでなんとかしていきたい。ドラララン、バババババやばい、もう勘弁してくれ、よーし、危ない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 、相手根気強えな、マジで根性めちゃくちゃあるやん、やばすぎ、やったー、よっしゃ、ボギー、おとどいきやがれ、きつすぎるマジで、このワラとワラカードのみやね、なかなかに厳しいね。一応ですね、いろいろ多分採用具の買いながらやってるんでデッキレシピが結構変わってる気がするんですけど、トラップモンスタービートみたいな感じで組んでたこともあるんですけど、さすがに弱い、やっぱね、その1枚1枚のカードパワーがちょなかなか低いから、その永続系で縛っていくしかないんですよ。まあ、スキルドレインとか、まあまあ、マクロコスモスとか、まあ、そういうね、それなんか1枚で相手 の, そのカードの、まあ、パワーを詰ませることができるようなトラップカードを多めに入れた方がいい。そのね、最初本当はトラップモンスターでさ、クモイオのドドとか、わかります、クモイオのドドとかのソウルオブスタチューとか入れてたんですけど、弱すぎてその辺のモンスターがちょっとね、パワーが低すぎたので、こんな感じの出来になってるっていうことだけちょっとご理解いただければなと思うんですけども、アイテムデッキは何ですかこれは。 DD デッキかと思いきや、なんかエンディミオンも貼られて、なんか意味が分かんないことが起きてますけども、スケールは強いですねこれね。おっと、エンド、何、事故で散らかしてるぞ相手。こういう時はチャンスだ、こういう時はチャンス、高いリーきた。ちなみにこれはですね、セットする順番はね、よく考えた方がいいんですよ。セットする順番はよく考えた方がいい。まあ、一番最初にセットするのはなんかその割られてもいいやつこれで一旦これでどうでしょう。さあお相手し、まあ、ハーピーのハリボーキとか打ってこられると非常に厳しいと言わざるを得ないが、まあ、破壊輪で一応1枚破壊して100ダメージっていう妨害ができます。ああ、サイキックリフレクター強そう。リフレクターは強そう。いや、でもね、これね、リフレクターか、これ何できたのかな。ハリガイバー出してくるんだったら、どこで破壊輪打とうかな。あ、てか、え、待って。これマクロコスモスだったら忘れてた、やべえ。今のところでマクロコスモス打ったら相手、バスタービースト蘇生できないやん。うわ、プレミったなこれ。いや、マクロコスモス絶対開いとくべきやった。まあでもこうなってしまうともうなんかいつ開いても同じな。まあいいか。まあ、なんかハリファイバーなんじゃねえのこれ。多分知らねえけど。多分ハリファイバーなんじゃねえかなこれ。
出てくるの。ハリファイバー出てきた、ハリファイバーをなんか破壊輪かなんかでぶち壊せば、多分ハリラドン動きはできないと思うんだよね。でサイキックリフレクター効果、サイキックリフレクター効果でバスターモードを俺に見せつけていただいて、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。でバスタービースト特殊ね、オッケー了解。あ、今度ね、あのバスターモードデッキも組もうと思ったんですけど、一応はい。で、バスタービーストを特殊召喚していく、マクロコスモスここで発動することによって、バスタービーストさんもどっか行くからサイキックリフレクターの2回目は発動できないと思う。多分めちゃめちゃ伏せられてるの怖いだろうな、相手も言うてゴミみたいなカードしか伏せないんだけどね、こっちめちゃくちゃ強そうに見えてるかもしれないけど、なんかクソみたいなカードしか伏せられてないんだよな。まあ一回出てきたモンスター見てからにしましょうか。ジェットシンクロンがもし出てきたら、あ、出てきたね、じゃあ破壊輪で。さすがにね、ジェットシンクロンだけはね、しょった方がいいとおばあちゃんから教わってるんですよ。よし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 、戦国版ね。で、ジェットシンクロンとラミアだけだったらそんなにやばいことにはならないと思う。さあバトルフェーズ OK、 よし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 、いいぞよし、いいぞ。相手の展開をしっかりと止めていく。やはり破壊輪は最強だな、破壊輪は最強、メインツーいいだろ。よし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 、いいぞ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 。マジックシリンダーも来た、よしよしよし。神ゲー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 。ね、メタルリフレクトスライムを発動、メタルリフレクトスライムの効果によって自身を特殊召喚し、メタルリフレクトスライム1体で融合召喚、現れよゴッドスライム。ちなみに皆さん、ここからはゴッドスライムビートというね、史上最強のね、ビートモードをね、見せつけていきましたからね。この3000でひたすらに殴り続けるっていうね。まあ、正直、トラップカード1枚から出てくる性能としては、このゴッドスライムはマジで強い。本当に。めちゃめちゃに強い。やっぱね、その、罠デッキだけでデッキを組む場合は、多分ね、こいつがエースになると俺は思うんだけど、セフィラの真意、あーなるほど。あ、逆にあれはバージェストまでもあるかもね。バージェストまでなんか変える、なんかエクシーズしていくみたいな、バージェストエクシーズしていくみたいな。でなんか加えられていく、マジでわからねえな。セフィラとかはもう1ミリたりともわからんぞ展開。なんだそのトラップ、わけわかんないの来た。は、何をするマンですか。セフィラカード1枚、大体フィードカード1枚です。破壊する、あー強いですね、なるほど。マクロコスモス破壊されてしまうのは非常に厳しいな。これでもマクロコスモス2枚目をね貼っとくと一応発動できるんだけど、ちょっとハーピーの羽暴気が裏目になるんで、まあさすがに羽入った人あんまいないから、まあそこだけはちょっとケアさせてもらいたいっていう感じはあるよね。でなんかセフィラシーゴとか意味わからんもさ来た。でこいつは何するマンかわかんねえけど、まあ今ちなみに妨害は一切ないです、僕のデッキには。で、何が出てくるやつですか、これは。あ、エレクトラムさんですね。なるほど。エレクトラムさんは強い。やばいか？これマジックシリンダーとかセットしてる場合じゃないな。マジックシリンダーセットしてドヤ顔してエンドしてるのやばいでしょ、俺。で、なんかセフィラナーガとかいうなんか謎のモンスターを回収して、エレクトラムがペンデラムゾーンの角を割られたから1枚ドローが入ると。やべえな。アドバンテージの差が開きつつある。非常にマジ。あ、やべえ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 やばい。うわ、和睦の人がある。大丈夫だ、俺たちには和睦がついている。え、なんか弱くねえやん、なんか。え、なんかあのさ、なんだっけ、あのアストログラフマジシャンみたいなやつは出てくるんじゃねえの。まあ出てきたところで別に3000円だってあるから超えらんないと思うけど、まあとりあえず俺はやることがないんだマジで。いや、マジでこのゴッドスライムでビートするしかないっていう。まあこれでもう一回マクロをね、セットしといて、でこれで分からせていきましょう。まあもう一枚マクロコスモス、本当はマクロとスキドレ貼ってゴッドスタイルでビートするっていうデッキなんだけど、ちょっとドローソース強ないから、トラップのみだからなんかすげえ難しいんだよね、その持ってきたいカードを持ってくることができないっていう。ペンデラム召喚やばい、誰が出てくる。まあでもハリファイバーとエレクトラも潰したから、もうだいぶ相手なんかギミック結構死亡してんじゃねえかと思うけどね、普通に考えて。いや、これマジで神です、ビートしてるだけで勝っちゃうけど、これ大丈夫、これデュエルとして成立してる？わけわかんないムーブしてるな。あ、やべえ、マクロコスモスまた発動するの忘れた。ちょ、やべえ。あ、サイバースクワンタム！なるほど。マクロコスモス発動。え、これサイバースクワンタムってあれじゃん。殴ってきたら、相手のモンスターバウンズしてもう一回攻撃するってやつだよね。ってことは、バトルフェーズに入っていただけそう。もしかすると。え、これ、可能性的には神ゲーが起きる可能性があるよ。もしかすると、なんか底知れに絶望の淵に沈めえっていうセリフが。
吐ける可能性がちょっとだけ出てきたぞ。ちょ、殴ってこい、もう何も考えずとも殴ってこい。ゴッドスライム突破できなくて殴ってこい。なんかエレーサーチしてっけど、ちょ、もうわ、殴ってこいって。大したことないよこのバックは。来た神ゲー、来たマジックシリンダー発動、そこ知れる絶望の口沈む。うわなんか相手の回し方意味不明だったけど、まあマジックシリンダーが活躍したんでセーフ。やっぱドローできないのマジつれえわ。その強欲で貪欲なツボとか、なんか金満で謙虚なツボとか、ツボ系をねちょっと入れさせてほしいんだけど、まあ、今回はちょっとトラップカード縛りなんで無理なんですよアドバンテージが稼げねえ稼げねえこのデッキ、マジきつい。めちゃくちゃめちゃくちゃ弱いんだけど、このデッキどうなってんだよ、ふざけんなよ。まあ、あの一応ね、あのトラップカードめちゃくちゃ強いの入れてれば、電光石火、あれあれおかしいぞもしかして、もしかして釣ったか待って、え、ちょっと待って、これ電光石火どうやって突破すんのこれ、え、無理じゃねえ、無理じゃねこれ、え、無理じゃね、電光石火とかいうクソキショイモンスター絶対突破なきゃいいんだが、いやもうこのデッキやめていいか。